コーヒーから始まる3月初めのある晴れた一日。どうも、のりごとです。今日は、コストコに行きたいと思います。コストコで最近お気に入りの肉だとかその他もろもろを買いに行きたいなと思います。行ってきます。これもそういえばコストコで前に買ったやつ、2個で2000円ぐらいだったよね。結構良かったよね。 USB ウォール、 USB の電源2個と、AC コンセントが2個ついた電源。行ってほしくないのか行ってきます。引き止めてくれる猫ちゃんにしばしの別れを告げ出発。コストコでガソリンも入れていきたいと思います。安いんだよね、ちょっとだけ。初めて入れるコストコ。めっちゃ流行ってんの。あれ、これ出口専用っぽい。これ。値段も書いてない。ちょっと安いわ。ガソリンスタンドもコストコ店内同様、クレジットカードはマスターのみ。ということでコストコ到着しました。安かった。10円ぐらい普通のガソリンスタンドより安かったです。買い物をしていきたいと思います。12本入り、これを買おう。まず4月からの値上げが発表された岩谷のガス缶12本で2080円。これがずっと気になってるけどでかいんだろうね。来るたび気になるスチールラック9980円。これかな。ないと違ってた。ショートソフトボール。まあいいよ、買っても。肉ばっか。買おうと思ったのこれだよ。安いじゃん。いいじゃん。非常食用。のりくんがキューピーが美味しい。うん、キューピーのやつ美味しい。目的のものが全部買えます。帰りの楽しみはフードコート、チーズバーガーを購入。買えました。計 7.13743円。このプライムミスジステーキっていうのが最近お気に入りでよく買ってる肉で、すき焼き用の肉も買ってみました。ビーフ。すんごい吹いた今。チーズバーガー。とんでもない。うん。肉厚がすごい美味しい。気になるやん。あれ通るたびに気になる自販機。うま辛か激辛かと思った。ついでに最近ずっと気に入ってる JA のお米買って寄りたいと思います。虹のきらめき聞いてください。虹のきらめき虹のきらめき5キロ5キロ10キロ買えました。なんかだんだんととしたけど、あっちにJA とか道の駅とかが好きになる気持ちがわかる。岩谷のガス缶が12本と、恵みの水で、ロティサリーチキンレッグ、骨なしの肉が700円の数字。これ結構切り分けて1、2ヶ月いつも持つんですが、ステーキ、グラム368円。今回初めて買ってみたプライムビーフ肩ロースすき焼き用、これはグラムが299円で、保存食兼用の、バラエティーボックスパスタ用のソースとパスタ、ちょうど買おうと思ってたのがありました。バリラ、バリラのナンバー5 500g が12345で1000円ぐらい。この間整理した保存食ボックス、よし。次に作る予定の配電盤ボックスのためにサイズを計測。はい、これ事務所で使ってる IKEA のホップバルス、光を通す、ブラインド、ハニカムブラインドなんですが、ちょっと自宅もこれにしてみようかなということで、これを持って行って
試してみたいと思います。よいしょ。今自宅の窓枠ブラインド検討中でこれを試してみます。ただいま持ってきたよこれ。すごい。ああ、なんだ、幼稚園で作ったんかと思った。違う、これ幼稚園で作ったの。おもちゃね。幼稚園は、あ、こっち作ったの。かわいい。でもね、みんなね、猫じゃないんだよ。あ、そうなんだ。いっちゃんが猫にしたの。上手に作ったんだ。今これ作ってから。これ光を通さない遮光カーテンでいいんですけど、毎回毎日毎日あげるのがめんどくさいということで、光を通す方のタイプの方がいいんじゃないかと。ベッドルームでもないんで試したいと思います。こっちの方がいいじゃん、やっぱ。まあいいけど、明るいし白ですっきりでいいけど、思ったよりもあれだね、悩ましいね。自宅の窓問題はまだしばらく悩みたいと思います。夕ご飯はコストコで買ってきたロティサリーチキン。これで焼くんや。書いてある。美味しそうじゃん、結構このチキン。骨なしで食べやすかったです。 PM8 時、就寝前。おいおい、お腹取れてきた。これ可愛いって言ってる。猫と娘の戯れる姿を微笑ましく見つめながら過ぎる夜。また次回。すごい可愛い。面白い。